この種目で2番が決定したみたいな感じしますけどね。そうですか、はい、東ドイツ最後の演技者釣り場はベーレント。ですから3位争いにブルガリアか日本かというところなんですよね、はい。昨年の世界選手権は個人総合第6位。力のある選手ですね。そうですね、はい、ムーンサルトですか、はい、屈伸で行いましたね。あ、抱き合ってます。チームリーダーはデュテルホフ、東ドイツ。本当にこの筋肉をアップで見ましても期待に鍛えられた。本当そんな感じしますね。屈伸のムーンサルトです。やっぱり、はい、思い切った演技をした後の表情というのはいいですね。どの選手とってもいいですね、はい、これは選手じゃないとなかなかこの爽快感わからないでしょうが、はい、ひょっとしたらね、失敗するかもわからないというのが選手の気持ちあると思うんですよ。お、得点出ましたね。満点です。10点満点ベーレント釣り輪。ですから練習で1000回やって1000回とも成功しても試合の1回で失敗する場合もあるわけですよね、はい、ですからやっぱり嬉しいですよ、自分の演技ができた時というのは。これで10点満点が今大会男女合わせて9個目になっています。この出方はどう言いますか。そうですね、ちょっと出過ぎのような感じしますね。ロサンゼルスでは10点満点が51、はい、ですから難度が C 難度から D 難度という4つの分に分かれたんですよね。あ、その傾向は規定初日からちょっとありましたよね。そうなんですよね、1位ソビエト、2位東ドイツ、3位日本は変わりません。そして4位は中国がまた浮上しています。その差が日本中国 0.45 となっています。詰められてきたですね。5位がブルガリアです。